ケージ、こんな感じ。あ、茶色でええ感じやね。棚ね。これ面白いことに、これ、こっちにスライドして取れるようにしたんだよね。これどうするにスライドするんやろ、この。ねえ。こっちに取るようにするのかな。あ、これで取れるようにするんかな。どうするんやろ、わからんけど。ねえ。まあ、こんな風にね。あと、ここをどういう風にいけるようにするかやね。ここは。どう考えとんかはわからんけど。ね、ここもいけるように。ね。まあ、こんな感じで。それで、前ね、これ、ケージね、こうたんやけど、ちょっとちっちゃかったみたいで、こっちのね、方、やつを使おうということになってました。これちょっと、だから解体せんなダメやねんけど、ね、これの一回りちっちゃいやつをこうたみたいで、それを、ペロちゃんの部屋に置くことにしました。これちょっと解体しますもん。ね、これがちょうどみたいから、ケージね。まあ、そんな感じで、あとどういう風にするのかわからんけど、ね、これやったら結構、ね、プラスチックかな、これ、うん。これをどういう風にね、スライドし、まあ、こっちらしたら結構、ね、こっからポンって乗れるからええんやけど、これをどういう風に取るんかね、こういう風に取っていくんかな、どういう風に取るように考えてんかわからんけど、まあ、そんな感じですね。どないもこれどういう風に行くようにするんかわからんけど、ね。明日昼からね、帰れたら帰ってくるんで、その時、またね、打ち合わせしていきます。こんな感じにね、ゲージ仕上がっていってます。すごいね、このゲージ。ね。はい、以上です。